を作ります。20オームの抵抗を接続します。電源装置のボリュームが0になっていることを確認し、電源を入れます。電源装置を操作し、20オームの抵抗に接続している直流電圧計が 1V になるよう調節します。この時の直流電流計のメモリを読み取ります。電流計の指針の振れが小さいので 500mA の端子に付け替えます。電流計のメモリを読み取ります。この電流計は端子の根元の色がメモリの色と対応しています。抵抗にかける電圧を 1V ずつ増やし、その時の電流計の値を確認します。電源装置のボリュームを0に戻し、電源を切ります。次に40オームの抵抗に変え、同様に測定します。電源装置のボリュームを0に戻し、電源を切ります。2つの抵抗の実験結果を比較します。